ソフトウェアエージェントソフトウェアエージェントソフトウェアエージェントとはユーザーや他のソフトウェアとの仲介的関係において動作するソフトウェアを説明する計算機科学上の抽象概念であり論理的モデルであるそのような代行的行動は行動の適切さの判断や時期の判断の権限を暗示している関連する派生概念として知的エージェント 人工知能的要素である学習や推論を取り入れたもの、自律エージェント、目的を達成するための方法を自律的に更新できるもの、分散エージェント、物理的に別個のコンピュータ群上で動作するもの、マルチエージェントシステム、単体では目的を達成できず、互いに通信する分散エージェント群、モバイルエージェント、ネットワーク上で自身を実行するプロセッサーを乗り換えて、 行くことができるエージェントなどがある。ソフトウェアエージェントの持つ基本特性は次の通りである。エージェントという用語はソフトウェアの抽象化、アイデア、概念を説明するものであり、その意味でオブジェクト思考プログラミングの各種用語、メソッド、クラス、オブジェクトなどと同類である。エージェントの概念はユーザーの代理である程度自律的に行動できる複雑なソフトウェアを 説明するための便利で強力な方法を提供する。しかし、メソッドや属性といった用語で定義されるオブジェクトとは異なり、エージェントはその振る舞いで定義される。様々な人々がそれぞれにエージェントの定義を提案しているが、それらには以下のような概念が共通して含まれている。エージェントの概念は、基範としてよりもシステムを解析するツールとして最も役立つ。 上述したエージェントの概念は人間が複雑な仕事を考える場合の自然な方法を反映したものでり、そのためにエージェントはそのような複雑なタスクのモデルとして有効である。ファンクリン・ワンド・グラサーでは一般的プログラムとエージェントを区別する4つの点を指摘した。それは環境への反応、自律性、ゴール思考、永続性である。 人工知能の分野では、知的エージェントは、コンピュータプログラムとは限らず、システム、人間、コミュニティ、企業などといった目的を持って振る舞う何だかの、モーサス。エージェントの起源は、カール・ヒュイットのアクターモデルにまで遡ることができる。自己重足的で対話的かつ平行的に実行される、オブジェクトであり、内部状態を持っていて、通信機能を備えている。 より学問的に言えばソフトウェアエージェントシステムはマルチエージェントシステムから生まれた。マッシュは分散人工知能や分散問題解決の研究から出てきたものである。したがってソフトウェアエージェントは良くも悪くも分散人工知能や人工知能の性格を継承している。ジョン・スカリーが1987年に提案したのビデオでは エンドユーザーとエージェントの関係が描かれていた。まず最初に理想像があったため、この分野ではボトムアップ的手法ではなく、プダウン的手法を採用して何度も失敗を繰り返してきた。エージェントの種類は現在では非常に幅広くワールドワイドウェブやサーチエンジンなどに利用されている。ハーグは知的ソフトウェアエージェントを次の4種類に分類している。 このタイプのボットはインターネットサーファーが商品やサービスを見つけるのを補助する。例えば、e ーベで買い物をしようとしたとき、ページの下に同じ検索をした他のユーザーがこうした類似商品のリストが表示される。これはユーザーの思考の類似性を仮定して同様の商品に興味を持つだろうと判断しているためである。この技術を強調フィルタリングと呼ぶ。 このタイプのエージェントは、ユーザーのために自動的にタスクを実行する。例えば、次のようなタスクを行う。このタイプのエージェントは、コンピュータシステムなどの機器を監視して報告する。例えば、在庫状況を監視するエージェント、競合他社の商品価格を監視して報告するエージェント、インサイダー取引や噂などによる株価操作を監視するエージェントなどがある。 例えば、n a s a ェット推進研究所では、食料も含めた在庫を監視し、コストを抑えて、備品の注文をスケジューリングするエージェントを使用している。このタイプのエージェントは、データウェアハウスでの情報発見に使われる。データウェアハウスは、様々な情報源からの多量のデータを集めたもので、ある。そこから、有用な知識を見つけ出すことを、データマイニングという。例えば、 売上を増やすのに有用な知識を得たり、離れようとしている顧客をつなぎ止めるのに有用な知識を得たりし、経営に役立てる。データマイニングの最も一般的なものとして、クラス分類があり、情報からパターンを見出し、それらを複数のクラスに分類する。データマイニングエージェントは、傾向の大まかな変遷や鍵となる指標を見つけることができ。 新たな情報を検知して知らることもできる。例えば、このエージェントが建設業界の低落傾向を検出したとすると、これを知った建設業者はその情報に基づいて、従業員の解雇、雇用や設備の購入、リースといったその企業の業界でのオけにふさわしい知的な経営判断を行うだろう。その他の知的エージェントの例として、スパムフィルター、ゲームボット、 サーバー監視ツールがある。検索エンジンの使用するボットも知的エージェントの一種である。その他の例はボットスポットにある。エージェントベースのシステムの開発する際の興味深い問題として以下のようなものが挙げられる。ソフトウェアエージェントが効率的に協調動作するにはデータの意味論的要素を共有しなければならない。これは コンピュータシステムがメタデータを提示することで可能である。エージェント処理、エージェントプロセッシングには相互に関連する以下の2つの定義がある。エージェントシステムは実世界を平行性や並列性でモデル化したものでもある。エージェントはアクセス手段を用いてローカル、またはリモートのデータベースを調べ、コンテントとなるものを探す。アクセス手段としては、 ネットニュースをエージェントが受け取れるようにするとか、掲示板を用意するとか、ウェーブを歩き回る機能を使用したりする。あらゆる情報源を検索できるわけではないので、このようにして検索されるコンテントは、部分的にフィルタリングされているだろう。エージェントはさらに詳細な検索を行ったり、機械的言語処理を行って、キーワードやサインをコンテントから探し出す。この要約されたコンテント、または、 イベントがエージェントの推論機構に渡され新たなコンテントに対して何をすべきかを判断する。この過程でイベントコンテントはユーザーが提供したルールベースか知識内容と結合する。その過程で新たなコンテントから良い一致を検出したらエージェントはマシーナリーの別の機構を使ってさらに詳細な検索を行う。最終的にエージェントは 新たなコンテンツに基づいて取るべき行動を決定する。例えば、ユーザーに対して重要なイベントが発生したことを通知する。この行動は、セキュリティ機能によって検証された後、ユーザーの権限を与えられる。エージェントは、ユーザーアクセス手段を使って、メッセージをユーザーに提供する。ユーザーがそのイベントが重要であり、素早く対応すべきと判断したら、 エージェントの学習機能がその重みづけを更新し、今後の同種のイベント発生に備えることもできるだろう。ソフトウェアエージェントは、複雑なタスクや繰り返し行うべきタスクを自動化し、それによって様々な利益をユーザーに提供する。しかし、ソフトウェアエージェントを実装する際には、このテクノロジーの組織への影響や文化への影響を考慮する必要がある。 組織への影響としては、電子商取引全体の形質転換、操作上の障害、セキュリティ過負荷などを含む、ソフトウェアエージェントは、インターネット上で素早く検索でき、最善の申し出を識別し、その情報をまとめて、エンドユーザーに提供できる。したがって、ユーザーは、様々な販売業者のウェブサイトをいちいちブラウズする、ことなく、数秒で、 最も条件の良い売り手を探し当てることができる。それにより価格競争が激化し、同時に電子商取引全体が均一な価格競争市場へと変質することになる。またエージェントの実装には追加のリソースが必要であり、ネットワークの負荷を増やし、新たなセキュリティ対策の追加も必要となる。人々は簡単な仕事の反復が結果に影響しない限り、 簡単な仕事をこなすことで成功の感覚を得ることを好む。労働者は自分の仕事を管理することを面倒に感じることが多く、そういった管理面を実行するソフトウェアエージェントの実装は仕事満足度を向上させることになる。それにより労働者は本来の職務により多くの時間をかけられるようになる。それゆえソフトウェアエージェントを活用することで 階層的管理や干渉をなくし、労働者が自分で自分の仕事を管理できる可能性がある。ソフトウェアエージェントの実装による文化面の影響として、信頼感、スキルの喪失、プライバシー侵害、社会的孤立などがある。重要なタスクをソフトウェアに任せることを必ずしも、誰もが完全に快適と感じるわけではない。知的エージェントに依存するようになると、 例えば情報リテラシーに関連する重要な隙を失うかもしれない。ユーザーエージェントを使用するにはユーザーの個人的好みなど詳細なプロフィールを必要とする。そのことが予測不能なプライバシー問題を生じる可能性もある。コミュニケーション活動においてソフトウェアエージェントに依存するようになるとエージェントの目を通してのみ他人とコンタクトするようになる可能性もある。 知的エージェント技術を扱うにあたっては、そういった影響を考慮する必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。